ワーオヤで名前が出ていたと教えていただきました。テキサスオヤジ日本事務局ワールドオヤジサテライト、2021年6月11日。はすみさん、ふふ。はい、何？いやいやいや、なんていうのかな、はすみさんがね、とのことです。人は話しているときよりも沈黙しているときの方が本音が出ると思いますが、10秒間のためがありました。何を考えておられたかは藤木さんにしか分かりませんが、言葉を選んでいただいたのではないかなと私は受け取りました。健康教師さんへの動画へのリンクを誰か送ってきてくださって、なんかはすみさんが一時こうなんか書き込んだことの一部が違ってたと。一部が違うって何？なんかはすみさん、これね、はすみとしこさんの営業力って書いてあるんだけどさ。オーイエーイ。健康さんとかが本を買ってくださってね、ありがとうございます。ありがとうございます。その中で要するにそのなんだっけ、まあはすみさんがいろんな人から言われることと、そこに書いてあったことが、はすみさんがそこで書いてたことが若干ズレがあったということで、何のことかちょっと忘れちゃったんだけども、私これね見ましたけど、着目する部分が違うんですよ。健康さんは藤木俊一さんのね、なんか業績とか成果があるんだったら教えてほしいですってところを見てるわけ。でも私はその後書いた一段落開けた一文も、彼ら、つまり私たちの発信のワイドショーネタにはお腹ゲップですって、この一行を私は注目してるわけ。わかる？とのことです。新旧文化人放送局コンビが内部事情を語るという動画のこちらの D ボーイさんのコメントを指していると思われます。健康様の人脈でテキサス親父事務局様を取り上げるのはいいのですが、できれば彼らの国益に貢献する活動や結果を取り上げて紹介をお願いします。令和内に限る彼ら初の保守間でのゴシップはお腹いっぱいですというものです。私としてはゴシップネタじゃなくて、もうちょっと中身のある配信をしろよ、オラオラという苦言だと解釈していました。ここの見解の相違はさまつな問題だと思いますので、脳幹精神で終了したいと思います。わかりました。はい、そこですよ。だから見てる部分が違うだけの話であって、うん、結局同じコメントなわけ。あの人の業績教えてくださいよ。でも彼らが言うワイドショーネタにはうんざりなんですって書いてあるんです。私から言わせれば、まあ業績はどうでもいいからねっていうね。そんなに知りたいなら本を買えよっていう営業をしてきただけです。ああ、ありがとうございます。はい、まあ要するに知らない人がね、そもそもグズグズ言ってて大して人気のない番組でねみたいなことよく言われるんですよ。まあ別にそれ関係ないんでね、人気なくてもいいし、分かってる人は分かってるし、そうじゃない人はそうじゃないということでね。とのことです。藤木さんから人気なくてもいいといった発言がありました。マッツンの勧めで見始めたワーオヤですが、最近なんでワーオヤを見てるんだといった質問をよくいただくので、ここで番組の印象を述べてみたいと思います。マッツンはもともとテキサス組と友好的じゃなかった。確かハスミさんとバトってたんじゃないかと思います。それが青山さんの批判についてはいろいろ思うところがあると思うけど、藤木さんのやっている国連の活動はすごいから応援したいといった発言でワオヤを進めていたので興味を持った覚えがあります。マヨマヨイさんもテキサスの活動は支えたいとおっしゃっていて、よくスーパーチャットを投げていたかと思います。実際に番組を見てみると、青山議員に限らずいろんな人をボコボコにするスタイルは見る人を選ぶなぁと思いますが、現場から拾ってきたであろう情報だったり、実際に関わった人に電話をかけて紹介したりと、一時情報を重視するスタイルはすごいと思いました。またそういう人たちと電話がつながる藤木さんのネットワークは推して知るべしと思いました。またワオヤの情報は早いという評判は、少なくとも富士住宅の件については事実だったことは、富士住宅訴訟問題、虎ノ門ニュース&テキサス親父、ブルーリボンバッジつけたら入廷不可は事の顛末がどうだろうとおかしいと思うという動画でご紹介しました。 D ボーイさんはこのようにおっしゃっています。こんばんは、2冊目の人です。健康様読むの早いよ。私はまだ中野教授の付近です。この本気になるワード抜き出して検索するともうね、変な人たち出てきます。藤木代表はこんな得体の知れない奴らと対峙しているのね。こんばんは、本読んだ、かっこ途中。
ネットでいろいろ検索させてもらった、やばい人の敵が多いという事実、独立独歩で行く選択、ゆえに限られた人材と少ない資材での活動になる、以前戦力が欲しいという発言に、私は支持者は兵隊扱いなのと噛みついた。でもそれは活動する際に信頼できる永年共に歩める人材を欲している意味と知りました。真剣に取り組んでいる人たちのモチベーションを下げさせる発言にお詫びをしますとのことでした。個人的には前日のボコボコにするスタイルは疑問がありますが、私自身は国益に資するような活動は特にやっていません。それはそれで国連活動は阻害すべきではないというのが私の和親に対する印象です。感化できない心情の方が理解できるので、そこは複雑です。話がそれましたが、藤木俊一さん、蓮見敏子さん、当チャンネルを話題にしてくださってありがとうございました。健康ルームじゃなくて不健康ルームや変更ルームの方が正しいんじゃないかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。